ね、ここ何？ママの書斎。おお。おお。読み聞かせ場所？ Let's begin. では始めるわね。それは気の遠くなるほど昔の話。ある小さな星で女の子が錆びた星舟を見つけました。そこには小さなチコが住んでいました。女の子はチコに聞きました。あなたは誰？ここで何をしてるの？チコは言いました。ママが来るの待ってるの。ほうき星に乗って迎えに来るの。チコは昼も夜も長い間待ち続けているというのです。わかったわ。一緒にママを探してあげる。女の子はチコと指切りをしました。夜になると女の子はこっそりパパの望遠鏡を持ち出して星空に向けました。しかし望遠鏡を何時間覗いてもママのほうき星は現れません。何日待っても何年待っても現れません。女の子はチコに言いました。このまま待っていたら私はおばあさんになってしまうわ。ため息まじりにそう言うとある提案をしました。こちらからママに会いに行きましょう。女の子はチコと一緒に星舟をピカピカに磨くと船に乗り込んで星の世界へ出発しました。ママを探す旅の始まりです。星くず。星の世界へ旅立って数日が経ちました。ママが見つかるどころか岩のような星ばかりで惑星すら見つかりません。こんなことならジャムを持ってくるんだった。グーグー鳴るお腹をさすって女の子は言いました。ライ麦パンとミルク、ラズベリージャム、そしてアプリコットの香りのする紅茶をリュックに詰めてきたのですが、肝心なものが足りません。お水を忘れるなんてうっかりしていたわ。そう言ってうなだれる女の子を見てチコが大笑いしました。僕は星屑さえあれば満足さ。君もどうだい？そう言われると女の子は嫌味で切り返しました。ああよかった、あなた笑えないのかと思っていたわ。それでも笑い止まないチコを見て呆れた女の子は笑い笑い。そうね、ひとかじりいただくことにするわ。弟の虫取り網を引っ張り出し、二人は星屑を取り始めました。星舟から体を乗り出して、何度か落ちそうになりながら、キラキラ光る星屑を取りました。それは、甘い蜂蜜の味がしました。第三章、光る星。星舟の丸い窓から光が差し込んできました。
久しぶりの朝日かしら。女の子が窓を覗くと、そこにはエメラルド色に輝く見事な星が見えました。あ、ごめんね。女の子は寝ぼけまなこのチコをよさよさとゆすり起こすと言いました。あの星へ行ってみましょう。すごいね。降り立った星は光る氷でできた星でした。チコと女の子は手分けして歩き回りましたが、ママの姿はありません。女の子はペタンとお尻をついて座り込みました。残念ね、ここにママはいないみたい。見て！チコが刺す氷の地面を見ると、そこにはたくさんの星屑が埋まっていました。すごいでしょ。チコは得意げです。ここは氷があるのに暖かいし、まるで天国ね。おまけに水も手に入りそう。二人はしばらくこの星で暮らすことにしました。光る星が漂うに任せ、ママを探す二人の旅は続きました。第四章、夢。女の子は夢を見ました。ママの夢です。ママ、どこへ行くの？後ろ姿のママに向かってそう聞くと、ごめんね。うさぎのぬいぐるみ持ってる。ママはそのまま背を向けてこう返事をしました。どこにも行かないわ。いつもあなたを見ているわ。昼には太陽となって、夜には月となって、いつもあなたを見ているわ。女の子はたまらなく悲しくなって聞きました。太陽も月もない雨の日の夜は？ママは少し考えると答えました。お星様になって雲の上であなたが泣き止むのを待っているわ。目覚めると女の子の目は涙で濡れていました。そばに寄り添っていたチコが聞きました。目から星屑が流れているよ。女の子は涙を拭って言いました。星屑じゃないわ。そんなに綺麗なものじゃない。ああ、これじゃママに会えなくなってしまう。今度はチコが泣き出しました。ママ、ママ。星の海を旅していくつものほうき星と出会っても、チコのママは見つかりませんでした。ほら泣き止んで。それでは雨雲は晴れないわ。女の子はそっとチコを抱きしめ言いました。泣き止んだらご褒美あげましょう。私があなたのママになってあげるわ。女の子はそう言うと、胸の内に小さいけれど確かな灯火を感じるのでした。なるほどね。いえ、ここは台所、ここは書斎、子供部屋はここかしら。女の子は独り言で忙しいようです。二人で暮らす立派なお家が欲しいわね。ママになると決めた日から女の子はせっせと働き続けています。だからママって言ってたんだ。なるほどね。だから最初の星屑たちはみんなロゼッタのことママって言ってたんだ。そういうことか。氷の中に埋まっていた星屑だけではありませんでした。見たことのない道具や家具、不思議なものばかりです。
女の子はそれらを使って家を作っていきます。完成した家を見てチクはためらいながら言いました。ねえ、僕らにはちょっと広くない？書斎や寝室、台所にバスルーム、それに子供部屋。確かに部屋は揃っていますが、どこか寂しい感じがします。そうね、パパも弟もいないのだし、それにママも。女の子は消えるような小さい声で言いました。その家は小さな二人には確かに広すぎました。その晩、女の子はウサギのぬいぐるみをぎゅっと抱きしめ、小さくうずくまるようにして星船の中で眠りました。仲間。ある日のことです。アプリコットの香りの紅茶を飲んでくつろいでいると、これまたアプリコット色をした小さな星がゆっくり近づいてきました。その星にはチコの仲間が住んでいました。あら、あなたもチコね。突然の訪問に女の子はとても喜びましたが、チコは少し不安そうです。星の子って書いてチコなんだ。降りてきたチコは住んでいる星と同じオレンジ色。二人のチコは寄るわけでもなく離れるわけでもなく、じっと相手を見つめています。僕のママだ。突然チコが切り出すと、オレンジ色のチコもオウム返しのように答えました。僕のママだ、僕のママだ。二人とも女の子の頭を引っ張って、どちらも譲らずと言った感じです。そのやりとりがあまりに可愛いので、女の子はおかしくて仕方がありません。笑い出しそうになったその時です。アプリコットの星から後から後からたくさんチコが現れたのです。青、赤、オレンジ色に緑もいます。僕のままだ、僕のままだ、僕のままだ。大勢のチコが声を揃えると、ますます笑いがこみ上げてきました。困ったわ、こんなにたくさん子供が増えて。お腹を抱えて笑う女の子をチコはキョトンとした表情で見つめます。女の子は言いました。いいわ、一人一人名前をつけていきましょう。チコたちの名前を付け終えるところには明日にでも新しい家に引っ越しをしなきゃと女の子は思うのでした。めちゃくちゃいるやん。望遠鏡。100個目のほうき星がそばを通り過ぎた時、女の子は思いました。私の生まれた星は今も青く光っているのかしら。ふとパパの望遠鏡を思い出しました。パパの望遠鏡を覗くと、そこにはちっぽけな青い星が浮かび上がりました。星屑より小さいその星を見て女の子は思いました。見て、不思議、こんなに遠いのにとても近くに感じるわ。望遠鏡のつまみをクイッとひねると、青い星はどんどん大きくなり、とある丘を映しました。そこはとても懐かしい風景でした。星見のテラスだわ。そこは女の子のふるさとの丘だったのです。夜眠い目をこすって、パパと星を見に出かけたあの丘。雪の積もった日、弟とソリを担いで登ったあの丘。少し風の強い晴れた日、ママとお弁当を食べたあの丘。そして、帰りたい、帰りたいよ。突然泣き出した女の子に
チコたちは何が起こったのかわからず、うろたえるばかり。帰りたい、帰りたいの。あの丘のふもとにある、私の家に帰りたいの。涙でぐしゃぐしゃになった顔で、女の子は叫びます。わかってたの、ママは。星の世界にいないってこと。だってだって、ママは。あの丘の木の下に、眠っているんですもの。女の子の叫び声が、星中をこだまし、あたりは凍ったように、しんと静まり返りました。悲しい。願い事。泣き止まない女の子にチコは言いました。ママは、いるよ。そっと女の子に寄り添うと、見守っていたチコたちも集まります。君の中にママがいる。ママのかけらが、君に流れてる。星屑も、ママのかけら。だから、大好き。違うの。違うの。女の子はまだ泣き止みません。チコは少し寂しそうな顔をした後、それとは正反対の明るい笑顔でこう言いました。君の願い事を叶えましょう。僕は星になります。君を乗せて自由に旅ができる、流れる星に。そう言うと、チコは白くまばゆい光を帯び、天高く舞い上がったかと思うと、今度は思い切り地面に向かって落ちていきました。ズドドドドン、ズドドドドン、ズドドドドン。地面がズンズン震え出し、飛び込んだ穴からまばゆい光の帯がこぼれました。光の帯はくるりと渦を巻くと、一本にまとまって、立派な、ほうき星の尾になりました。チコは、星に生まれ変わったのです。女の子は、目の前の出来事がわかりません。どうして、どうして、と言うばかり。そこへ赤いチコが来て言いました。あたいたちチコは星になるために生まれてきたの。緑のチコが言いました。できれば大切な人の笑顔のために星になりたい。青いチコが言いました。あいつは幸せさ。とてもいい星になれた。チコたちがみんなで言いました。だからママ、もう泣かないで。ありがとう。声にならない声でそう言うと、女の子はチコたちを抱き寄せました。その日以来、女の子の目から星屑は流れなくなりました。ほうき星は誇らしげに光る尾を引いて、女の子のふるさとの星を目指し進むのでした。終章、家族。たくさんのチコとたくさんの望遠鏡、ほうき星はチコたちの立派な家になりました。今日は新しい仲間の歓迎会。女の子はチコたちをキッチンに集め、いつもより少し大きな声で言いました。さあみんな、今日はパンを作りましょう。星屑をたくさん振りかけた星屑パンよ。
チコたちは大喜び。急いで材料を揃えに走ります。女の子は一人思うのでした。ずっとこの子たちのそばにいよう。いつか巣立つ日が来るまでは誰も寂しくないように、別れの日が来ても笑顔で見送ってあげたいわ。それが私の幸せなの。女の子は目を閉じて柔らかい光に包まれたあの青い星を思いました。でも100年に一度くらいはあの青い星に帰ってパパの自慢のおひげに触りながら暖かい膝の上でうとうとお昼寝したいわ。チコと女の子を乗せたほうき星は旅を続けています。今では数えきれないほどのたくさんの家族を乗せ、白く輝く尾を引いて100年に一度ふるさとの星に立ち寄るといいます。終わり。立ち寄れるんだ。立ち寄れてるってことだよね。いやママのお話はこれでおしまい。ママ。いやー、絵本めっちゃ良かったなー。